いつもご視聴いただきありがとうございます。ユミーです。今日は2人暮らし築50年の高段の寝室と収納のお片付けです。今日は前編の動画です。約4年前に引っ越しをされてきたそうで、その時の荷物がそのままになってしまったりしています。それでは早速ビフォーの状態をご覧ください。こちらのお部屋を今日は片付けるんですが、高段のお部屋で3畳ぐらいの寝室です。後ろに収納があるんですけれども、なんかガラガラだったりするんですよね。お片付けが苦手な方って収納上手に使えていない方がほとんどです。なんか寝室に関係ないものいっぱいここにありますよね。いやー、整理整頓大切なことです。あれ、いつ引っ越してきたの？4年前。わー、時が止まった部屋。どう片付けたいの？使いやすくっていう、モデルルームみたいにとか、全部中に入れ込んでとか、好みに合わせて片付けてるのね、その人の。そうですね、うん、使いやすければいいっていう人がいるの。あのいっぱい出てても、 あとはもう、うん、見えないようにしてくださいって。だいぶ片付け方違うの分かる？あ、使いやすくがですね、そっちがメインね。はいはい、吊るすのが嫌とか下に置くのが嫌とか、こだわり教えて。下に置くのが嫌かも。はい、でも全然上、逆に何もやってないよね。下に置いてるよね。真逆だよね。地べたに置かないみたいな。でもほとんど置いてるよね。でも地べたに置きたくないんだよね。お片付けの前にお客様としっかり今日の計画についてお話をします。ご相談もお聞きします。どういうお部屋にしたいのか。私のお部屋ではありません。私の好みで片付けるわけにはいきません。私が大切にしているのはお客様のこだわりポイントです。このままは地べたに物を置きたくないと言っていましたよね。でもね、吊るしたり貼ったりするのは OK だそうです。そういうところを確認しながらお片付けの方法を進めていきます。せっかく収納があるのに、なんだかすっからかんでうまく使えていませんね。ここも考えていきたいと思っています。このお部屋は冷房がないんです。だからこそ物をすっきりさせなくてはなりません。この YouTube チャンネルでは、今日から真似できるようなお片付けの方法や収納方法、そしてお片付けのモチベーションが上がるような動画を作っていきます。よろしければチャンネル登録お願いします。そして皆様からのコメント楽しみにお待ちしてます。こんな風になっちゃうと、どこから手をつけていいかわからないですよね。まず一つ目の極意、明らかなゴミを捨ててください。当たり前なんですけど、1、2割減りますからね。二つ目の極意、この部屋にあるべきではないものを全部出しちゃってください。そして一番大切な極意3つ目、昼間ない、絶対に昼間ないことです。それが一番大切なの。ここでちょっとお知らせです。私、皆様のお家に伺いお片付けをしています。またリモートでも片付けサポートをしています。詳しくは概要欄をご覧ください。ご応募お待ちしてます。お嬢さんの持ち物やリビングにあるべきものがこの寝室になぜかたくさん置いてありました。適材適所、あるべき場所へ物を移動しましょう。学校のものと、今日お嬢さんの部屋だね。あとは私が保護者会とかで持ってく。で、寝るとこにあるもんじゃないよね、保護者会ってね。なんか他のと一緒にしちゃうと分かんなくなっちゃうからと思ってそこに。この下は、この下何、今一時置きになっちゃってますね。これから見直しね、はい、どのお部屋も大切ですが、睡眠をとっていただく寝室は特に大切です。そこが物で溢れていたり、ほこりだらけだったらどうなってしまうでしょう。寝室で窓のないお部屋はジメジメしています。だからこそ物を少なくしてお掃除しやすくしなければなりません。さあ、それでは片付けスタートです。
何ママ、何が出てきたって？保険が入ってました。いやー、ちょっと臨時収入だね。よかったね。このまま今入れようと思ったら、うん、まさかの、ここにこうやって引っかかって見えなかった。よかった。すごーい。今回は収納の下の段に全然使っていない布団がありました。それは処分していただくことにしました。何年も使っていない布団、ジメジメした収納の中で引っ越しのまま、絶対カビっぽくなってますし、ダニもいっぱい発生していると思うんです。ダニはね、3日から4日に1つ卵を産みます。そして3、4ヶ月するとそのダニが死んでいきます。その死んだダニも蓄積してしまうんです。それがね、空中に舞ってそれを吸い込んでしまいます。ですから使わないもの、古いものはとにかく手放してほしいんです。寝室です。いらない布団はもう手放してください。ダニが好きな人はどうぞ古い布団そのまま持っててください。ダニを飼いたい人だけ持っててください。こちらの寝室には引っ越してきた頃の段ボールがそのまま残っていました。段ボールってダニが発生しちゃうんですよ。何年も前に引っ越してきたそうなんで、もうダニの温床になっているんです。お引っ越しが終わったらすぐに段ボールは処分してください。ここのお家は仏壇などが収納の上の段にありました。でもね、ここにあるべきではないと思うんです。ここにしか置けなかったり、ここに置かなきゃいけない理由があるんならともかく、今回はその仏壇をリビングに移動させていただきました。寝室ってぬいぐるみとかね、可愛いので置きがちですよね。置いてもいいんですけど、一体いつのぬいぐるみですかみたいな、もうね、じとーって湿ってるものとか相当古いものとかあります。厳選して少ない数だけ持ちましょう。そして定期的に洗うようにしてください。またぬいぐるみなども時々日の光に当ててくださいね。今日の YouTube はここまでです。次回も頑張って一人でお片付けしていきます。次回この寝室がこんな風に綺麗になりました。どうぞ次回をお楽しみに。ここでちょっとお知らせです。6月の3日半分堂で片付けレッスンとフラワーアレンジのワークショップを開催します。今回はこのフラワーアレンジを作っちゃいます。お茶を飲みながら楽しくレッスンします。お片付けのレッスンもやっちゃいます。オフ会もやっちゃいます。6月の24日の土曜日、初めて東京でオフ会を開催します。いつも出てくれる声優でジャズシンガーのマルタ・マルタに加えて、今回初登場のこの方です。自己紹介お願いします。はい、声優そして歌をやっております松本幸と申します。よろしくお願いします。幸さん、はい、どんな作品出てるんですか？あ、今はですね、うん、ドラえもんでセマシ君をやっていたりとか、あとパウパトロールで、はい、トラッカーっていうワンちゃんをやっていたりとか、あとはあのゼルダの伝説のトゥーンリンクというね、ちびっちゃいリンクをやっております。はい、さっさんね、ミュージカルでいつも主演やってるんですよね。あの自分で主催してるミュージカルでよろしくお願いやってます。はい、今回ですね、さっさんにその主演のミュージカルの歌一緒に歌わせていただきます。お芝居や歌もやらせていただきます。さっさんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみです。概要欄にリンクが貼ってあるので、そちらからご応募お願いします。それではちょこっとだけリハーサルした様子をご覧ください。私全然まだ歌覚えられてません。私突発性難聴でほとんど音楽が聞こえないんですね。こうやって録画して家で音を覚えるようにしてます。1ヶ月間しっかりとリハーサルして、皆様の前で素敵に歌えるように頑張りたいと思います。ぜひ6月の24日お越しください。最後までご視聴ありがとうございました。マイスタイルユミでした。それではまた次の動画、後半の綺麗にやった寝室をどうぞお楽しみに。